高橋くんが来ました。ガラを積んでおります。高橋くんお疲れ様です。ガラ捨てる時って大体こっちので下ろすのか裏で下ろすのかってどういう風に決まってるんですか？その最近はねここちょっと改装されて、はい、でトレーラー登れるようになったんで。あ、そういうことか。あ、本当だ、改装されてる。あ、前はじゃあ結構ボロボロだったからみたいな感じなんですかね。あ、勾配がじゃあ緩やかになったんですね。あ、知らなかった。了解です、すいません。知らなかった。高橋くん、ダンプ綺麗にしております。首が折れております。へえ、これ勾配が緩くなったんだ、知らなかった。お、一発でいけなかったですね。今こっちにガラを下ろしてるんですけど、ユンボでホッパーに入れてます。砕いて、RC40 とかにしてますね。お、勢いをつけて登ってきてる感じです。おー、本当は滑ってるんだ。そういうことね。おい、うまい。でございます。すげえな、気持ちいい。本当だ。おー、25トン重いからやっぱあんな感じになるんだな。